はい、GD の服部です。す。よろししくお願いしま今日はね、記憶に残るワインということで、やはり、えー、こちらですね、えー、こちらですね、ドイツのワインとなります。えー、ドイツのラインガウのですね、 名詞と言っていいでしょうね。ロバート・バイルですね。まあ、世界的にも有名なので皆さんもご存知かもしれませんけれども、ロバート・バイルはね、本当に素晴らしいリースニングを使います。で、私もね、2回ぐらい訪問させていただいたんですけれども、やはり衝撃だったのがですね、これぐらいのね、小瓶にスポイトを入れてですね、何滴か、えー、味見を、要はテイスィングさせていただいたトロッケンベーレン・アウセレーゼですねで。トロッケンベーレン・アウセレーゼは、 まあ三大寄付ワインということで、フランスの、ね、ボルドのソーテルヌとハンガリーの都会ですね。あと、トロッケンベレン・アウセレーズということですけれども、いわゆるドイツの中で、この寄付ワインはですね、最も高いというか、最もですね、作りにくい、まあ、寄付がつく年だけですね、作られるワインとなります。でトロッケンベレン・アウセレーズは、ね、TBA って言いますけれども、 TBA、まあ、TBA っても実はピンキリです。このロバート・バイルの TBA は本当にですね、びっくりしました。まず、まあ、コーヒーの香りとかはするんですけれどもえ、コーヒーとですね、その芳醇な香りにですね、圧倒的な感覚に陥ります。甘口なんですけれども、単純に甘ったるいというわけではなくって、先ほど言いましたね、コーヒーとか醤油とかえ、そういうですね、ニュアンスも含まれている素晴らしいワインです。で、その後ですね、まあ、テイスティングした後に、まあ、ほとんど売ってないですから、 毎年すぐ売り切れてしまいます。昔はですね、まあ、10万とか20万とか出せば買えたんですけども、ほとんど出回ってないので、これはですね、1996年の TBA なんですけれども、実はね、これはレストランで買いました。もう店とかにも置いてないので、まあ、レストランとかでストックしてるやつを分けてもらう。まあ、それでもすごく安く買えます。多分ん10万くらいで買えます。この TBA は本当にですね、手法と言っていいと思いますね。この ロバート・バイルの TBA トロッケン・ベーレン・アウスレーズは、えー、衝撃的に記憶に残っているかなというところでご紹介いたしました。はい、他にも、ねえー、こういった動画、ね、また上げますのでよろしくお願いします失礼いたします。<music>